お久しぶりでございます。4畳半の会でございます。ピックアップ、ようやく動画が撮れるぐらいのコインを貯めることができました。ピックアップ、やっていきたいと思います。全引き頑張ります、頑張ります。というわけでこちら結構ね、今回入ってるのはそこそこいい気がします。僕的にそこそこいい。特にジャックスパローが3つだよ。でスカーも入ってるし、マックインはマックスだったのかな。で、スキルチケット、これがやっぱり欲しい。というわけで、早速取っていきたいと思います。取れてるよね、取れてるよね。さあ行きます。ジャックスパロー、よしよし、レベルアップ、スキルアップ。やっぱりね、このね、ジャックスパロー、僕はね、なかなか取るのが相性が悪いのか、なかなか取れない。よし、2本続けてジャックスパロー。これをまた使い切ると多分今月はもう新積みは来ないと思うから、よし来た、忍者ドナルド、忍者ドナルド来た。今月はもう新積みが来ないと思うから、あと何日、2月だからもうあれだ、8日間しかないんだと。さあラスイチ、ラスイチいきます。ラスイチ誰、これセザールだっけ、サザールだっけ。さあ来い、よし、サラザールか、サラザール。はい、というわけで、はい、ピックアップ、全積み完売でございます。さあ、というわけで、はい、じゃあ、ジャック・スパロー、今日やって終わりにしたいと思います。なかなかだよね。おー、ジャック・スパローいっぱい。コイン稼ぎを頑張ってやってたんだけど、なんかすごいコインがたまらなくて、全然こう、コインアップつけても全然アップしてくれないかった、この数週間。いつもだったら1万コインとか、1万5000とかコインアップつけてくるんだけど、全然なんか今回来なくて、絞られてるのかな、そういうわけでもない。でもね、他の今までの月に比べてなんかね、コインアップする機会がすごい少なかったような気がするんですよ。今回のイベントもちょっとコイン、積むの指定が多くてコイン稼ぎがね、なかなかできなかったっていう、なんかそんな印象もあるんだけど、イベントをクリアしてからも、あんまりね、コインがこう、溜まってく感覚がなくて、すごいね、今月苦労したような感じがする。まあ、普段も、あんまりプレイができてなかったっていうのもあるんですけど、ちょっとね、なんかコインアップ今回ちょっと厳しかったかな。そろそろ、あれだね、もうつむつむも、初心者はとりあえず置いてけぼりな感じがされてて、とりあえず中級者レベルの人を対象に動いてるような気がする。今からつむつむを始めるって意外と少ない。まあね、ね、中学高校になって初めてスマートフォン買ってもらいました、さあ何やるみたいなところで、とりあえずつむつむやってみようかみたいな人以外は、しばらくダウンロードはして昔やってたけどしばらくやってなくて久しぶりに開いてみたみたいな感じの人が多いような気がするんだよね。あとは普段から僕みたいにつむつむやってる人だ、新規の人っていうよりも登山者の方が結構多い気がするんだよね。でやっぱりそこそこやっぱ時間かかるゲームだし、ね、無課金でやっていこうとすると結構大変だから、ね、うわもういいや、つんつんいいやって言ってお休みしてる人も結構いると思うんですよ。だそういう人たちもね、もう一回始めてみた時にやっぱり勘を取り戻してくると、もう初心者じゃないレベルでやれるわけだからね、中級者に対してそこそこな難易度になんか持ってきてるのかなとか、なんかそんな印象がするな。今年に入って特になんか来た、なんか来たよ。イエス。はい、というわけで、今回ピックアップ、完売でございます。まだまだ道のりは遠いよ。レベル6で、レベル6じゃない、はい、スキル順でいくとスキル6が、8、16、シャハ32、これで32か、16、28、32、計算24、32、40、48、49、50、51、スキルマックスが51で、全粒何個あるの、291でございます。291
全然じゃん。ハピネス入れたってまだまだ200以上スキルマックスなってないよ。半端ないね。半端ないね。きついな。まだまだ道のりは遠いございます。というわけでまたコインを貯めて、多分来月の新粒かな、次、頑張っていきたいと思います。以上、四畳半のおかみでございました。皆さんもピックアップ頑張って引いてね。というわけで、また次回どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録をよろしくお願いします。あれパソコンでご覧の方は右の YouTube ボタンからクリック、スマートフォン、タブレットの方は下の説明欄からよろしくお願いします。どうぞよろしくお願いいたします。